はい、皆さん、こんにちは。八木下と申します。本日は恋はディープに第4話のお話をしていければと思っております。いやー、ちょっとね、あのー、個人もいろいろとお話をしたいというか、あの楽しんでるんですよ。楽しんでんだけれどもね、まあまあまあ、まあまあ、まあ、ちょっと話を進めていきましょうよ。まずね、これだけはちょっとね、文句として言わせてください。別にほら、あのー、ドラマ本編に対する文句じゃないから許してくださいよ。ちょっと予告詐欺だなって思っちゃった部分がありました。あの、何かというと、 えっと、第3話が終わった後の予告編。だから今回のこの第4話の予告編の中で、私人間じゃないのっていうセリフがあったわけですよ、ミオの。なんですけれども、なので、あ、今回の第4話でミオのそこの、なんて言うんだろうな、あの真相が明かされるんだろうなと思って見ちゃったんですよね。そしたら結果的に、確かにそのシーンはあったけれども、一番最後だったわけですよ。もちろんこういうですね、今詐欺ではないですよ、出てきたから実際は。詐欺じゃないかもしれないけど、そういう予告詐欺的な感じというか、 え、それ、そこで使うのみたいなことって、結構ね、ドラマってまああるんですけれどもで、結構あると分かってんのに、なぜかですね、そういったことを私自身が考えない。だからこれ私が悪いのかもしれないんだけれども、考えないで、まあ多分、お、今回はミオの正体が分かるぞみたいな感じで見ちゃったんで、おなかなか正体分かんねえなみたいな変なマインドでちょっと見ちゃったので、ちょっとそ反省材料が、えー、あります。まあでもね、もうあの、あれ使うんだったらちょっと最初の方に使って真相、<laughs> やっぱり早めに明かしてほしかったなってちょっと思ったりもします。という文句をした。 言った上で、まあ普通に楽しんだので、楽しんだ部分、そしてですね、まあ相変わらず良くも悪くも、ちょっと、あの、それぞれの人物の狙いがですね、えー、測りかねる非常にこう、 考察じゃないけれども、謎多きい、えー、ラブコメでございますので、ちょっと話し進めていきたいと思います。今回ですね、まあ、りんたろうとみおのキスシーンがありましたけれども、りんたろうとみおのキスシーンに関してですね、SNS を見ると、あの、確かに美しいんですよ。この二人ともね、あの、ビジュアル的に、あの、とても美しい、二人とも美しいのでそ、そういった意味で美しいキスシーンではあったんだけれども、 なんでキスしたのっていうですね、あの、ツイッターの投稿が結構多く見受けられました。でも私も、確かに前触れも何もないんですよ。例えばですけれども、えっと、今、TBS の火曜日に放送されてる聞かざる行為には理由があって、 であれもあの不意打ちというかです、ね、勢いであのキス冷蔵庫の前でキスするシーンがあったんですけれども、まあ、なんかステップがちゃんと踏まれていたんですよその前にこうお互いがお互いちょっと心を気を許してお酒を飲んで,でたまたま見つめあってでキスをお互いあの目を閉じてキスをするっていう流れがあったんだけれども今回このキスシーンはもう凛太郎がいきなりんたろーんがいきなりキスしたので。 えっていう風うに今なったと思うんですけども、これですね、私も見てるときはえって思ったんですけれども、あの、インタビューとかを細かく、あの、ドラマのね、あの、ゴーさんのインタビューとかを読まれている方が補足してくださっていてですね、あの、要は、あの、そのまんまと、本当に勢いでキスをしたと。だから何も考えていないというか、あの、なんて言うんだろう、もう、 ななの突,突発的に言っていうとんか発作みたいだけれども、まあ、衝動的にか衝動的になんかもう惹かれるものがあってキスをしてしまうとでキスをしてしまったがゆえにこの後すぐではなかったけれどもお互いがああーみたいな感じでこう取り乱していたじゃないですかだからこれが一種の,そのトリガーじゃないけれどもお互いがお互いをより意識する、まあ、きっかけというかそのスタートになる、えー、とまあシーンだったという、えー、それがまあ意図のようでございます まあなるほどなってそれ見て思ったんです。だから来週以降多分、まあ、ちょっと人間じゃないのっていう,うに告白はしましたけれども、多分その残された時間で、まあ、心が徐々に通い合っていく二、えー、人になるんじゃないかなというふうに思っております。あのただあれよ、あのこれはあの聞かざる声の時にも言ったんですけれども、あの一般の,あの人間がこれ男性も女性もですけれども、あの相手の合意もなくいい雰囲気でもないのにいきなりキスしたらこれあの 罪が適用されるのかなあのー、あんまり例に出すの良くないかもしれないですけど、この間あれでしょう、あのほら福川亮さんがさ、あのー、岡本夏樹さんに、あのー、川崎のなんかのイベントで、あのー、笑いを取るためにキスしたら、それを結局一円訴訟を起こされて、あの,ー、あのキスは良くなかったっていうふうに判決出ちゃっておりますので、あのー、キスは慎重にしてください <laughs> という感じでございます。はい で,です、ね、えっ、ー、とりんたろーの海中タワーの真意なんですけれども、まあ、ずっとそのミオはですねりんたろーが時折ね自分の味方というか、まあ、自然に対自然破壊に対してあの海の生き物たちが住みかをなくしてしまうってことに対して、まあ、聞く耳をリンタろ持っていると思いつつもなぜそこまで海中タワーにだけ何、まああのー、て言うんだろうなこう注力するというかそこだけはこう。 首を、ね、あの横にに振らないいのかっっててことは疑問に思っていただ,だからこそ,そのなんつ、インタラバーブルは悪い人なのかもしれないみたいな感じでずっと思っていたと思うんですけれども、まあ、明らかになったわけじゃないけれども海底のそのタワーっていうのは亡くなったお母さんとの約束だったっていうのが今回回想シーンで明らかになりましたで多分、あのー、私も諸説ねいろいろな予想前回の動画でも2パターン予想したんですよそのお母さんは まあ海で事故で亡くなってしまったか海の中に入っていったけれどももともと海の生物だったかどうかはあの置いといてまあ海の中に帰ったっていう説この2つの説があってまあ多分普通に事故でしょうっていうふうにコメントもねあの読者の,あの視聴者の方に頂い,いてはいるんですけれどもまあそこは明らかになってないけれども多分事故なんですよまあとりあえずそのおまあ今はもう会うことのできないお母さんの,あの夢が。 その海中展望タワーだったので、まあそれをだから、り太郎はどうしても作りたいというのが今回わかりました。なんですけれども、言ってもですよ、そのお母さんっていうのは、り太郎のお母さんであると同時に、コうたろのお母さんでもあり、え太郎のお母さんでもありますよね。なんだけれども、コうたろはどうもですね、あの、乗り気じゃないし、もう常々ここが対立しているわけでございますので、それはなぜなんだろうと。例えばこれは前回の話になりますけど、前、 前のねあの話になりますけれども孝、まあ、太郎がですねその家族の写真に万年筆の写真ぶっ刺してあの写真立てのガラスを割ったりとかどうも孝太郎はその家族に対してのなんかねあの何て言うんだろうな愛を感じないんですよだからそれはなぜなのかっていうところ含めてそのはまだ、えー、謎が残っているなというふうに思います。 でん太郎の結婚疑惑についてなんですけれどもまあこれはねその、まあ、結婚しているなんてことはねえだろうというふうに思ったらまあまあ確かにそれはその通りだったんですけれども本当に <laughs> これは本当になんて言うんだろうなあの無駄な。<laughs> 無駄な考えでしたねだから要は孝太郎がもともと結婚していたんだけれども、まあ、離婚してしまったと。で、なんだけれども、まあ、離婚して孝太郎とは会っていなかったから,こたほら離婚にもいろんな形あるじゃないですか離婚したけれども2人で子育てするためにあの会っているあの普通に会っているとかあとはその時が経ったから別に夏の,あの別れた夫婦同士も仲良くしてとか、まあ、まあよく聞く話ですけれども孝太郎とその別れた奥さんがどうなってるかはわからないけれどもおそらくその孝太郎とその元奥さんの子供はですね単純に 凛太郎のことをに懐いてと要は「兄ちゃん兄ちゃん」みたいな感じで懐いているってこともあるのでまあそれで合っていたんじゃないかなというふうに思いますまああの別れた奥さんが別れた旦那の弟にハグするのは、うん、私的にはあれなんだけれどもまあまあまあでもそこは要はドラマの演出上は見ようそして視聴者を何て言うんだろう,うんっていうふうに思わせるために多分の演出なのでまあまあまあいいんだけれども。 まあ結果的には、だからその、既有に終わったという感じでございました。という感じなんですけれども、ミオに関しては今回のそのね、最後、ほんと最後だったけれども、あの、私人間じゃないのっていうふうに言いましたね、要は自転車事故というか、 あの子供を助けるために自転車事故に巻き添えになったというか子供を守るために事故に遭ってしまったとで、まあ、頭を打ってしまったので救急車で運ばれていたんだけども救急車の中で目を覚まして大暴れして結果的には病院に着いたところで救急車から逃げるっていういやあれはあのこれもいいんだドラマだからいいんだよドラマだからいいし、まあ、あれ以外の演出ないからあのか考えないと思うからいいんだけれどもあの 頑張って追えよお医者さんって思っちゃったりも <laughs> したんですけれどもまあまあまあそれは置いといてとりあえず今回美はもうあのー。 リンタロに対して私人間じゃないのっていう風に言ったので、これは多分もうほぼほぼ確定なんでしょう。もうこれとにもかくにも、人魚なのか否かっていうのは第1話の時点から常々ですね、まあ予想がされていることでございます。で、仮に人魚じゃないとしても、どの道うつことは喋っているので、ファンタジー要素はその時点でもう内在しているわけですよ。っていう風になったらもうファンタジー要素入ってるものなのねっていう風に割り切って楽しまないと、現実的な人魚が人間の形になるわけがない みたいな形で謎の科学的根拠とか論理的遂行をしても多分。 意味わかんなくなりますので、まあ、そこはもうファンタジー要素が入っているっていうことで見ればよろしいんじゃないかなというふうに思います。まあ多分意味はそのまんまなんじゃないですかね。本当にだから人魚かどうかは置いといて、まあもう本当に人間じゃないっていうのはまあ確実なんでしょう。で、ファンタジーが入っているから人体的な細かいことまで考えたらむしろ負けだと思うんですけれども、まあそれゆえに、とりあえずあの、病院でね、あの、 要は、レントゲン取られるとまずいと、CD 取られると、えー、まずいということで、まあ、逃げ去ったんだろうというふうに思います。まあ、謎なのが、一応3ヶ月しか、まあ、陸には入れなくて、あと2ヶ月っていうふうに、どうやら来週の時点で話になるようでございますので、まあ、それはなん なんでなのかっていうことと、モ茂教授はなぜ彼女をかくまっているのかっていうところも、まあ、実際に親戚じゃないっていうのはもうね、孝太郎とかによってあの明らかになっている、姪っ子でないというのは明らかになっているので、それはなぜなのかっていうところは気になります。だから、加茂教授のね、狙いっていうのが、なんかね、寝かの悪人とかではないと思うんだけれども、ちょっと測りかねるというか、そこも謎がある物語だなというふうに思いました。その上で あの、まあ、キーになってきそうなのが、ですね栄太郎かなというふうに思っておりまして、ちょっとですねこの動画を撮る時点で見ていないのであれなんですけれども、Hulu オリジナルで恋はディープに勉強中っていう、ですね栄太郎君主演での,あの3話だけになるんですけれども、えー、とスピンオフが始まりました。 これは要は要渡辺さんがね、これからまああのよりまだまだ人気の出る俳優さんなので、そのこの売り出しっていう目的もあると思うんですけれども、どうもですね、この幸太郎と凛太郎のこの敵対の感じに対して、英太郎は、これ、ここ、仲良しってなってますけども、どっちかっていうと、なんかね、俯瞰してこう、見ている感じがあるんですよね。で、あとあ、前回ですけども、椎木さんと、ほら、謎のプロジェクトシートえー見ていたりとかもしていたので、英太郎は多分、 その現時点で隠している何かもあると思うしその何か狙い例えばミオの正体を見破地域さんと見破った後で。 まあ何かその別に悪いことじゃなくて、どちらかというと多分あの物語を動かすキーパーソン、だからいい方の意味で、場合によってはミオと林太郎の手助けをするようなえポジションになる可能性もあるんじゃないかなとなんとなく私としては思っております。まあ、どの道ね、まだまだ謎の多い人物だし何考えてるかわかんない部分があるので、そこは非常に楽しみな人物かなと思います。もちろん孝太郎も何考えてるかわかんないし、なんなら林太郎も何考えてるかわからないので何考えてるかわかんない人物が多すぎるんですけれども、 あのー、まありんたろのねこういう模様を美に惹かれてるっていうのは間違いないと思いますので、まあ、そこのところは一つ明らかになったので。 果たして惹かれ合う2人が人間と人間じゃないかもしんないっていう禁断の愛がどうなるのかっていうところと、まあ、時折その海の開発をめぐってまあ衝突する2人というところでいくつかその何て言うんだろうな課題というか乗り越えなきゃいけないステップっていうのが凛太郎と美桜にはあるのでその辺すごくだから今後まだまだですねどうなのどうなのっていうまだ前半折り返しておりませんので楽しみな部分ですどの道も英太,太郎がどう動くか結構私個人として楽しみにしております ます。はい、ということでちょっと前何話がまだ私把握していないんですけれども、前10話と考えると来週で折り返し地点に入っていくという感じでございますけれども、来週の第5話のあらすじをちょっと読んでみたいと思います。えー、私人間じゃないの美穂の告白に混乱する林太郎。美穂は林太郎のことは忘れ残された、えー、期間で海を守ることに集中しようとする。 そんな中、ハズダトラストとカモイ研究所が合同で、星ヶ浜の今と未来をテーマにしたイベントを開催することに、林太郎海中展望タワー計画の復活を条件にイベントの責任者を引き受ける。カモイ研究室のプロジェクトから外そうと、えぇ、ー、格索する光太郎と火花を散らす一方で、まさか、えミ、ー、オに騙されていると思い悩み。そんな中、えー、アイガとエイ太郎の声は急進点。 えー、しかし、エータロにも秘密があるようです、ね、やっぱり栄タローなんかあるんですよ、まだまだ。でイベント終了後、ミオの家を、えー、訪ねるリン太郎、そこで目にしたものは、これ、なまず喋るの見ちゃうんですかね、ちょっとわからないですけれども、えー、とまだまだ謎が多い上で、えー、来週もいくつか謎が明らかになってくると思いますので。 多分ね、最終回まで謎をこう引きずるとかじゃなくて、あと2、3話である程度の内容が分かった上で、さあ、その、まあ、要は、ねあ、なんてファンタジー要素があるから、さあ、どういう着地点に進みますかっていう風に、えー、話が進んでいくんだろうなという風に思います。まあ、どの道まあ、りんたろうがどう、まあ、開発計画において立ち回るか、みおはどう、えー、海中計画を阻止することができるか、こ太郎のシーンの狙いは何なのか、え太郎はどう、 えー、俯瞰してる状況から、えー、動くのかいろいろと、まあ、注目ポイントがございますいや何か面白いですね何て言うんだろうなあん,あんとほら例えばさ天国と地獄とかそういったのと違うなんて言うんだろうな謎が多いというかサスペンスじゃないのにあまりにみんなが考えてることがわからないのでまあ賛否割れるのはあの分かりますよね気軽に見れないちゃ見れないかもしれないからそれ全然いいんだけれども好き嫌い人それぞれで。 いや、ちょっといろいろとね、考えちゃうえドラマでございます。逆にね、だからちょっと動画がなかなかこう、どちらかっちゃうというか、謎が多すぎるので、あの魅力と考察要素をうまく整理して話せないっていう、ちょっと難点もあるんですけれども、少しでも本日の動画もお楽しみいただけておりましたら幸いでございます。はい、本日は以上になります。ご視聴いただきましたありがとうございました。それでは。